入れ入れ入れた方シャッパーでございます。今日は成人、式おめでとうございます。とても何と言いますか、いつも我々こうやって成人式を、演奏させていただくんですけど、いつも僕が成人を迎えた時のことを思い出すんですけども、なんかすごくいいですね。女性は着物姿で、男性は全然バラバラで、この辺やっぱり女性はいいですね。いつもこう絶えず着物がありますから、またあのドレスですね、とてもよくお似合いで、当たりました。何だったですか。そうでしょうね。今日はですね、大変おめでたい日でございますので、シャンパンも全員、成人式を迎えまして、2回迎えた方もいらっしゃいますけども、すごいね、今日は。あんたの頭は、今日は成人式なんだからね、もう少しちょっと、今一生懸命楽屋で頭溶かしたんですけどね、無駄がってたんですけどもね。さて、1曲目にお送りしましたのは、これはもうご存知ですね、先ほども始終もやっておりましたけどもね、クラシックの曲でベートーベンの交響曲第9番合唱という曲をまず最初に聴いていただきました。それでは変わりまして、もう1曲クラシックの曲を聴いていただきましょう。ベートーベンの次はチャイコフスキーでいきたいと思います。チャイコフスキーのピアノコンチェルト第1番をお送りしましょう。ピアノコンチェルト第1番聴いていただきました。それでは、ヴィヴァルディの四季より春をお送りしましょう。
い、どうもありがとうございました。四季より春ですね、聞いていただきました。まあ、音楽の目当ていろいろありまして、クラシックから、そうですね、まあ、ジャズ。その他の二段って民謡なんかって。民謡もいいんですよね。やはり我々日本人でございますから、民謡、そうですね、一曲この辺で民謡をやってみて、もう皆さんはご存知の曲聴いていただきましょう。花笠音頭をお送りしましょう。最後までありがとうございました。花笠音頭ですね。これも日本の民謡では大変有名な曲でございます。それではもう一曲いきたいと思います。北海大漁歌い込みお送りしましょう。